今からお話しすることは、ここにあるアイルランドがここにあるイギリスから独立する物語です。昔々、ここにあるイギリスはここにあるアイルランドを支配しました。アイルランドには多くのイギリスの人々が移住しました。特に北の方に多く移住したのです。そんなイギリスの人々はプロテスタントという教えを信じていたので、カトリック教という教えを信じているアイルランドの人々を差別しました。それから時が経ち、不満がたまったアイルランドはイギリスに言いました。自分たちのことは自分たちで決めること、カッコ自治を認めてよ、カッコアイルランド自治という。もうちょっとしたらね。こうしてアイルランドはなんとか自治を認めてもらう約束をしました。そんな時に第一次世界大戦という大きな戦争が起こりました。第一次世界大戦はイギリスとここにあるフランスを中心とする連合国と、ここにあるドイツを中心とする同盟国で戦いました。男性は戦場に行ったので、今まで男性がしていた仕事は人手不足になりました。そこで女性が男性がしていた仕事をやるようになりました。女性も男性と同じくらい働けるじゃん。こんな感じに女性も活躍した結果、イギリスでは30歳以上の女性に選挙権が認められるようになりました。括弧第4回選挙法を改正。一方で男性は21歳以上から選挙権があったので平等ではありませんでした。またイギリスは古文括弧自治領だった。ここにあるカナダ、ニューファンドランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦にも戦争に協力してもらいました。戦争で大変だったイギリスはアイルランドに言いました。アイルランド自治法は延期します。約束と気軽じゃねえか。アイルランドの人々はぶち切れて反乱を起こしました。かっこイースター蜂起。そんなイースター蜂起をイギリスは徹底的に弾圧したので、アイルランドの人々の反感を買いました。自治を認めてもらうだけじゃなくてイギリスから独立するんだ。ここにあるアメリカからお金をたくさん借りたりして、第一次世界大戦は連合国が勝ち、負けたドイツはたくさんの賠償金を支払うことになりました。カッコベルサイユ条約。そんなドイツのリーダーカッコ首相になったエーベルトは、バイマル憲法という世界で最も民主的な国のルールを作りました。全ての人が人間らしい生活をすることを保障します、カッコ生存権。またアイルランドはプロテスタントの多い北の方を除いた地域はついに自治領になりました。カッコアイルランド自由国。ほとんどのことは自分たちで決めていいけど、ほんのちょっとは言うこと聞いてね。そんなある日、ドイツは賠償金の支払いを遅れてしまいます。フランスやここにあるベルギーはぶち切れて、ここにあるルール地方という鉄をたくさん作れる場所を占領しました。カッコルール占領。これにはドイツも怒ります。ルール地方で働いている人がお金の保証をするから働かなくていいよ。そこでドイツはお金をたくさん作りました。するとお金の価値が下がり、物の値段はどんどん高くなります。カッコインフレーション。このままだとヤバいと思ったストレーゼマンという首相は言いました。今までのお金は使わないで、これからはレンテンマルクっていうお金を使ってね。その結果インフレーションは収まりました。またアメリカは思います。第一次世界大戦の時にイギリスやフランスに貸したお金を回収しないとな。そこでアメリカは言いました。ドイツにお金貸してあげるから、そのお金をイギリスやフランスに返してよ、カッコローラン。こうすることによってアメリカもイギリスやフランスに貸してたお金を回収できたのです。こうしてドイツが賠償金を支払う見通しがついたので、フランスのブリアンという外国とやり取りするリーダーカッコ外相は言いました。ルール効果が撤退するわ。またイギリスでは第4回選挙法から10年が経った頃、とうとう21歳以上の女性にも選挙権が認められ、男女平等選挙になりました。カッコ第5回選挙法を改正。するとできるだけ格差のない社会を目指すんだ、カッコ社会民主主義と主張していた労働党という政治グループが人気を集め、政治を行うようになりました。そんな労働党の首相はマクドナルドという人物になったのです。またイギリスの子分のようだった自治領の国々はイギリスに言いました。第一次世界大戦の時に協力したんだから、イギリスと対等って認めてよ。いいよ、だけどイギリスの王様には忠誠を誓ってね、カッコウェストミンスター憲章。こうしてイギリス連邦というイギリスの王様への忠誠心によって結ばれている緩やかな国のまとまりができました。しかしアイルランド自由国は不満に思います。イギリスに一切影響受けたくねえな。そしてとうとうアイルランド自由国はイギリス連邦から抜けてエールという独立国を名乗ったのです。